私は今回大阪選挙区の予定候補でございます。大阪の現場を自分自身の足で歩き、そして大阪の課題、魅力を自分自身の目で見つめ、そして大阪の現場の声を自分自身の耳で聞いていきたい、まあ、その思いから大阪中全市町村を回らせていただき、さまざまな現場に行かせていただきました。子育て奮闘中のお母さん方、また介護に従事されている方々、また医療の現場で携わっていらっしゃる方々、あるいはこの不景気の中仕事を失い毎日のようにハローワークに通っていらっしゃる方々、現場には必ず新しい悩みがあり、現場には必ず新しい問題が発生しており、現場には必ず乗り越えていかなければいけない課題が山積しております。今の現代社会、うつや引きこもりの問題、あるいは家庭内暴力、児童虐待の問題、あるいは少子高齢化社会の中で高齢者の孤独死の問題や、また高齢者の入りたくても入れない施設が全然足りていないという問題、大阪府下だけでもいわゆる待機老人と言われる方々1万人以上いらっしゃいます。これから未曾有の少子高齢化社会に乗り切っていくためにも、しっかりとそういう福祉政策、また医療の政策、介護の政策を進めていかなければならない。こうした現場の課題、悩み、問題を、山積している問題を迅速にスピード感を持って、そして情熱と信念を持って、行動力と実現力を持って働いていく、がむしゃらになって働いていく、そういう政治家が一人でも多く増えてこなければいけない。私はそのことを強く思っています。先ほどもトークの中でありましたが、今の政治状況、そうした現場に山積している問題というよりは、選挙を優先し、あるいは政治家のたちの通り党略、あるいは自分たちの都合、さらには権力闘争、こうしたことに明け暮れていては国際社会の笑い者にされます、馬鹿にされます。各国国際競争、これだけ激しい中で生き残りをかけて必死になって国民と向かい合って未来を築いていくために努力している、そうした中で日本の今の政治状況、別にどこの党がどうとか言うつもりはありません。しかしこの日本の未来を本気になって考えて、本気になって行動していく、そして私は36歳でございますが、同世代の方々、いわゆる団塊ジュニアの世代の方々がしっかりと日本の未来を背負っていけるように、そのための縁の下の力持ちとなって働かせていただきたいと思っております。これまでの経験、私は別に選挙に出るからといって大風呂敷を広げるつもりも、あれもできますこれもできますというつもりもございません。私の36年間というわずかな短い人生経験を、この大阪の元気を築いていくために、そして日本の未来を築いていくために、全てを捧げて、全てを使わせていただいて、全力で一つ一つ真面目に真剣に取り組んでいきたいと思っております。ただそれだけでございます。私はタレントでもございません。私はスポーツ選手でもありません。またオリンピック選手でもございません。最近イケメンとか言われることがあるんですが、イケメンでも決してございません。しかし、まあ、何でもない、本当に知名度も全くない無名の一青年でございます。ただ私はこの自分の生まれ育った大阪を誰よりも愛して、この大阪を元気にしていきたいという思いは誰にも負けません。そして日本の未来を築いていきたい、この決意は誰にも負けない自信がございます。どうか今日お集まりの皆様、石川博貴の36歳の今回この夏初めての挑戦でございます。皆様のお力をお借りし、そして皆様のために働かせていただく、皆様に使っていただく、その石川博貴として今回頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。石川博貴。